今回は次国道勝より一区卒へこのまま醜い鬼ども全員ぶっ殺していこうぜに対する読者の反応集です。この先、チェンソーマンのネタバレがございますのでご注意ください。それではどうぞ。こんな感じのノリの人だったら。はっちゃけすぎててくさ。平和。多分俺はこんな感じのキャラだったらハマってた世間的には受けなさそう。少なくとも国死亡にはならないな。より一位の劣等感皆無で人生楽しそう。まあ25でお亡くなりになるよな。あざ出て鬼強くなってみんなから尊敬されるなんて超いい生活だぜ。25で死んでしまうのか、まあいいか、よろしくな。無残討伐 RTA ルートか、もしくはできなくて日の呼吸受け継がれずに済むか。あれ、あざが生えてくるよ。俺たちの邪魔するんならし。ねって言いながら鬼をボコボコにする兄上。朝日が出るまで鬼の筋力蹴り飛ばす大会だ。鬼杖じゃなくてクソ杖に改変されてるの好き。でもより一は戦うのは別に好きじゃないんですよ。本編兄上よりはすっきりした性格でいいけど。マジか、マジか、そうか。じゃあ、まあ戦うか。ってより一と戦う兄上。より一に月の呼吸自慢してそう、かっこいいだろ。みたいな。より一兄上。月の呼吸は私も真似できない素晴らしい剣技ですね。道勝だろ。よっしゃ、もっと稽古頑張ろう。兄上が月の呼吸30の型くらいまで作って、より一も日の呼吸48の型とかまで編み出してしまいそうだな。これが月の呼吸の力だー。じゃあ、兄上がダメージ受けてるの？月のエフェクト自分に刺さった？天然ボケなのは変わらんのか兄上。一緒に無残倒して鬼滅の刃感。この性格だと鬼狩りに参加しなさそう。でも部下を鬼に殺されたことで切れて鬼狩りになる程度の良心はありそう。無残さん、あんたの言う最高に超強い鬼ってのはセックスはできるのかい？私は鬼に生殖能力などいらないと思いますが。じゃやっぱ切るしかねえな。より一兄上。各刀は握力の問題のようです。道勝マジか。おお、俺も短時間ならやれるわ。これで無残殺しに行こうぜ。弟が取りこぼした肉片300を調理して食べる。演武、壁羅の天、烈日公共、玄日公、貨車、尺骨炎用、用下突、飛輪かげろう、斜陽天心、危機温行、飛雲の遊かぶらまえ、演武、すげえぜ。より一、永久機関が完成しちまったなぁ。兄上、つまり調教するみてえに俺がより一の襟掴んでいけばよいんだな。より一、違う違う。俺が知り合う剣士がさ、全員25時死ぬんだけど。多分妻にも一回殺されかけてるし、歌にもうっかりで殺されそうになってると思う。本当はダメだけど、ひでえことだけど側室めっちゃ欲しい。朝から酒盛りとかしてんです。くっそ厳格に育てられた反動かな。むしろ親父とお袋物心つく前に死んでて、家乗っ取られて弟と二人こき使われながら生きてたのかも。麦飯に梅干し乗っけてより一と食って、女とイチャイチャしたりして、部屋の中でスゴロクして抱かれながら眠るんだ。いいだろ？より一、私は兄上の夢の話を聞くのが好きだった。妻の身を気遣ってるけど本当はたくさん SEX したい。いいな兄上。なんかいい感じにシリアスとコメディこなさそうな兄上。ワニタツキの呼吸とかドシリアスの時に過剰反応を起こして死にそう。読者が多分武士として生きながらも妖精があれば即座に飛んでって鬼狩りしまくってんだろうな、この兄上は。不思議なことになぜだかこの兄上と縁一なら無残様を逃さずに殺しきれそうだという予感を感じる。日の本最強の侍と日の元最高の侍が組んで負けるわけねえよな。ゴロがいいなそれ。無残様、何この兄弟子は。そもそもお前もくっそ強いからな。より一はまさに鬼神さすが私の弟だ。この兄上の妻やってるならすごい肝っ玉になってそうな奥さん。兄上がこうだと歌と子供も生きてそうだな。あんたがより一の嫁さんか、よろしくな。兄上がちゃんと武士を全うしたら、無一郎の代でも没落せず家名を残した身分で大将を迎えられたかもしれない。独自に月の呼吸編み出して何か俺すげえ頭良くなった気がするぜってなる兄上。炎柱にまとめて面倒を見てもらおう。あの頃の縁柱もこの兄上見てたら、より一コンプレックスに打ち勝てるんじゃないかね。
呼吸の継承とかは全然悩まないだろうな、俺たちで倒せば終わりだぜって考えてる。つまり俺たちの代で鬼ども絶滅させればいいってわけだろ。楽勝じゃねえかその息です。兄上、アザシャが25になると死ぬの見て妻と子供よろしくなって言ってより一に殴られる。兄上、より一兄上死んじゃダメです。兄上よし分かった、おおおお矢印気合で70歳ぐらいまで生きる。この兄上ならより一に勝てる。ノリが明るいからって実力差が覆るわけじゃないんだぞ。無茶言うな、丸腰の人間が闇の悪魔に挑むようなもんだぞ。でもある意味勝ってると思うわ。より一と遊ぶなっていう父親に面と向かって反抗する気概がありそう。その場合より一と兄上はハッピーエンドだが、鬼は野放しだな。無残は逃げ隠れしないが、鬼城は誕生しないからプラマイゼロだな。この兄上が折れる姿は想像できん。あの伝次君も曇ったから多分できるよ。兄とタツキを信じろ。嫌な信頼だな。多分歌が子供生まれるからお祝いに駆けつけるので襲ってきた鬼を返り討ちにしてハッピーエンドです。このノリでパーフェクトコミュニケーションしてくれたら、歌をなくした後のより一は完璧に救われるよな。もうこれでいいやん。今回の反応集は以上です。ご視聴ありがとうございました。